はい、どうもこんにちは、ハラペコです。10月23日のね、餌やりをね、ちょっとやっていこうかなと思いますね。皆さん、昨日ハラペコですね、またダイソーに買い出し行きましてね、水槽をね、メンテナンスしやすいように、綺麗にね、さっぱりさせました。水でね、まがらいしてきましたよ。30分ぐらいかけて全部洗って、さあ、ワニちゃんがね、餌を待ってるのでね、餌入れていきましょうか。お、ワニちゃんがちょっとひるんで、ひょ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 、おーしよしよしよし、入った入った入った、皆さん入りました。さあ、コオロギが、餌やりもしやすいです。おお、食った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 、ワニちゃんが食った。あーしよしよしよし、外はめちゃくちゃ風が強いですね。今日すごい風の音がしてる。ワニちゃんちょっとごめんな、昼寝さんも反応してくれるんだ、珍しく。昼寝ちゃん食べに行きなよ。意外とね、環境の変化にね、まだ適応してないのがタロウ、ネズミ男、そわ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 してる。経験値がある方がね。おお、昼寝さんがここで食っとんのかもしれんけど、全く見えん。卵の裏で昼寝さんがね、食っとる可能性ありますね、これね。お、ちょっと待って。太郎が反応し始めた。野生に近い環境でね、太郎がね、狩りのうまさ発揮しますね、これ多分。来た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 、太郎頑張れ。至る所にコオロギいますのでね。お、太郎ちゃん、お、食った、太郎食った、太郎食った、太郎が食った、太郎が食った、太郎が食った、太郎ちゃん、太郎が食っとる、美味しそうに食っとるよ。タレ良かったな。昨日ダイソーで買ったこのブロックね、コンクリートブロックみたいな、登り始めましたね、コオロギが。いいですね。ネズミさん、お、ちょっと待ってちょっと待って、あー、昼寝さんがこの紙を口でパクパク飲み込み始めたな。これあれかな、なんかお腹の異物出す時になんかこういうの飲み込んでベッと吐きますよね、カエルってね。それかな、あれ違う、ただのいたずら。あ、逃げられた、ヒルネちゃん。なんかここでゴソゴソやっとる子がおるわ。見えますか、これ、ここにカエルがいるの。ここにいるんですよ、カエルが。ネズミ男が。餌いらんのかな、植物の方行っちゃった。あんた奥で食っとった、もしかして。こうね、皆さん、後ろのね、壁紙、今日の昨日ダイソーでですね、ハラペコね、漢字の書き取りノートと字が綺麗になるペン字練習帳っていうのをね、一冊ずつ買いましてね、ちょっと読書ばっかりでね、読むのはね、読んでね、漢字も読めるんですけどね、漢字のね、書き取りがね、思い出せないことがね、結構あるんでね、ノートでしようかなと思って。あとこれですね、ハラペコチョコが大好きなんですけど、カントリーマームチョコまみれっていうね、もう絶対にチョコ好きなら美味しいだろうなっていうのを見つけたんでね、これを昨日スーパー買い出し中に買いました。ネズミさん、あんた餌食わんの？おい、気づいてないな、餌。そうか、お、ワニさん食うか、お、ワニさん食った、あれ逃げられた。じゃあ入れていきましょうかね。さあ、ワニちゃん食えよ、太郎も。おー、ワニさん惜しいな、頑張れ頑張れ。あー、ワニさんが頑張っとるんだけどな。あ、ワニさんじゃない、これ昼寝さんだ、この子。昼寝さんごめんな、ワニさんと間違えとった。ワニさん奥でも休憩してますね、土管の上で。こっちがワニさんでした。お、昼寝さん頑張れ。あー、昼寝さん、
惜しいのよあんた、もうちょっとで食えるのに。昨日買ったのはね、このコンクリートブロックみたいなやつと、奥のね、あれ木でできたね、あれ実はねペン立てなんですよ。それをねちょっと縦に置いてね、丸いね円柱にしました。ネズミさん、あんたが一番活躍する可能性あるのにさ、なんで外出てくの。おーっと落ちちゃった、ごめん。ネズミさん、あ、でも着地うまかったな、この子な。ピタッと手広げて、衝撃吸収した。おー、ここに登ったやついっぱい食えるのにな。ネズミ男と仲良しの世界一かわいいアマガエルの鬼。あ、あんた顔をギュッと乱暴に押さえたな。さっき床に落とされて怒ったんかもな。ごめんな、昼寝さん。昼寝さんじゃない。ネズミ男ごめんな。来た来た来た、昼寝さん。おー、タイミング早いんだわ、あんたは。昼寝さん、狩りの能力やっぱ落ちたな。箸で食べたがる子ですからね、この子は。上からも見てみましょうね、皆さんね。お、上から見たら昼寝さんがいいポジションですよ、これ。お、2匹おる、昼寝さん、頑張ってくれや。上から見るとこんな感じですね。住み心地良さそうだと思うんですけどね、木のね枝の配置は変えてないんですね。ベースは骨格はそのままにね、そのままにしながらシンプル。水場もね同じ位置ですね、右側見てもらいたかったんでね。昼寝さんがもうついにそろそろ箸でくれよみたいな顔してる。分かった分かった、昼寝さん、あんたは箸で食いたいの知っとるで。待っとって、ちょっとね、今から昼寝さんにね、箸であげたいんですけどね、この箸で掴むのがね、難儀なんですよね。よし、昼寝ちゃん、おい、食べなさい。よしよしよし、昼寝さん、やっぱ、昼寝さんは箸で欲しいんだな。昼寝さんが箸で食べました。おいしいか、昼寝さん。よかったな。今日あんた頑張っとったやな、箸あげた。ああ、でも箸あげた途端にチャンスが巡りまくっとる、この子。今日昼寝さん頑張っとった。一番動いてくれたんじゃないかな。ネズミ男なんてさ、もう外出たいばっかだもんな。タロも食わんな、今日。ワニさんなんてずっとあそこやん。なんなん。今日昼寝さんだけだわ、頑張ってくれたの。ありがとうな、昼寝さん。お、積極的だな、今日は。やるよ。ネズミさん何しとん。お、ネズミさんそこ気に入ってくれた、もしかして。よかった。このね、ダイソーのね、この発泡スチロールでできたコンクリートブロックはね、結構ね、カエルとかね、買ってる方がね、みんな使ってるのをね、僕はツイッターで見ててね、そう、次水槽を衣替えじゃないわ、模様替えか。模様替えした時に、入れてみようかなって思って。ひるねさん、今日頑張ったでいっぱい来るわ、あんたのとこに。あんた行ないいいもんで、今日。もっと食べれたらいいんだけどな。おー、頑張れ、目の前よる。あんた距離感が、昼寝さんもやっぱおじいちゃんになったんかもな。ネズミさん、そう気に入ってくれたの、あんた。あ、上からコオロギが見えるな。賢いな、この子。太郎の昔の戦略じゃん。上から見て20センチぐらいの間合いをジャンプってなってありましたからね、太郎。太郎、今日腹減ってないな、これ。ネズミ男来たな。あ、ネズミ男来た。惜しい。ネズミ男惜しい。さあ、後半はね、ちょっと、いろいろ個人的な話をね、後半にぶっ込んでいこうかなと思ってね。今の人たちって、行政に相談に行くのがね、
抵抗があるとかって言って一人で抱え込んでね、そしてついにはもう最悪の結末、自殺っていうねこととか、ぜひともね皆さんそういうね周りにいたらね困窮してる人が、やっぱり相談にねこれは行くべきですよ。僕はやっぱり最初抵抗ありましたけどね、もちろん最初はね、今から7年ぐらい前かな、役所のね福祉課と、各地域にあるね社会福祉協議会、で例えばもうね生活費なくなると生活保護っていうのがあるんですけれども、ちょっと待って、何うねうねやってんの、あ、食っとる食っとる、暗いとこで食っとるわ、世界一から曲がるが、おめでとうさん、よかったな。そう、まあ、原部君ね生活とか受けたことないんですけど、本当にその話をね聞きに行ったことがねあるんですよ。お、タロも食った、はい、もうね病気で働けなくなって会社辞めて、貯金もね、まあ、あと50万切ったところで、ああもういよいよ終わったと。で僕はねもうすぐ相談に行きました、最初抵抗ありますよ、ありますけど、とにかくねそうするのが一番だって僕は思ったんでね、病院の先生とかもねいろいろ相談乗ってくれてね、そう行って話聞いてきましたよ。でも預貯金が20万円切ったら生活保護の手続きをすぐにやりますのでって僕は言ってもらえたんですよ。病気とかね正当な理由があるとね、あんまりやかましくは言われませんね、でも幸いにして僕はそこから幸運にも在宅ワークとかねぐぐぐーんときて預貯金もなんか増えたんですよ。たまたまですけどね、病気で働いてないのに月5万円生活で節約してたらね、幸にもお金がねたまり始めてね、今もね物は全く買わないですけど、毎月ねちょっとずつ浮いてるんですね、そうお金があってももう使わないようにね、いつまたこのね所得がね今その在宅で月3万円から4万円の所得がゼロになるかもしれないじゃないですか、そういう経験過去にしてるのでね、はい、なのでとにかくねもう追い詰められてる人ねすぐ相談行ってほしいですね。これね別の動画でもね僕話したことあるんですけどね、一人で抱え込むとね絶対ねネガティブな選択肢を選んじゃうんですよ人間って、どんどん悪い方に考えるってね、バイアスの位置だと思いますけどね、バイアスって偏りっていう意味なんですけどね、ネガティブになるとネガティブな情報しか入ってこない、でニュースで、著名人が自殺したって話を聞く、でまたそのコロナで困って事件を起こしちゃった人のニュース聞く、そういうね自分に今ねその自分と境遇の近い情報のが偏って入ってくるっていうね、人間のね認知バイアスっていうのがあってね、とにかく相談、絶対にね日本にいてねそのもう飯が食えなくなるってことはね、まあ、ないのでね、生存権っていうのがあるんで人権保障されてますのでね、無理せずね、特になんか女性の方でねコロナで仕事を失って絶望して、電車にバッと飛び込むとかねニュース、まあ、見てるとね辛いですね。アラベコはねうつ病って診断されても早い段階で抗うつ薬とか飲んで治療したので、おめでとうな、あれ食べた、食べれんかった、だからね僕ね起死燃料っていうねその死にたい死にたいって思うことは一度も経験したことないんですよ。ただ猛烈な不安感に襲われる不安発作っていう症状と人混みとね閉所を恐れる、広場恐怖っていうのは実はね今でも持ってます。うつ病感知しないんですよ、はい、でそれはうつ病プラス自律神経の不調とも相まって、腹ペコは実は今電車やバスにはもう乗れない、病院行くのもちょっと怖い、だからね病院の健康診断とかもね毎年受けなきゃダメなんですけど、もうね病院とか行くのもね怖いで、検査で狭い空間に入れられたらどうしようとかね、もうねそういうね不安感で頭がうわってなる経験は僕はね何度もしてますのでね、だから絶望して思い詰めて死を選択するっていうねそのプロセス、心のプロセスすごく理解できるんでね、だからねそういう人をね気持ちわかるんでね、僕ねツイッターのね
アドレスとかね、インスタのアドレスもね公開してますので、概要欄に書いてあるのでね、あのメッセージでね僕受け答えできますのでね、僕も心療内科通ったりしたことあるし、そう、うつ病の時期もあったし、そういうねパニックまでいかないですけど、不安発作とか広場恐怖っていうのは今でも持ってて、で薬もね飲んでますしね、そうメンタル的なね病気も経験したことあるんでね、今でそうで生活困窮して、生活保護直前まで行って、であらゆる社会保障制度を使って、僕の場合は、病気や障害を持った人が働ける福祉サービスで A 型事業所っていうところで働かせてもらえて、そこでね給料がねシグマもらえてたんで、そうね所得ゼロっていう期間はそんなに長期化しなかったんですけどね、でも結局そこもね体調不良でやめて、でなんとか在宅で家でね稼げるように頑張ってやってるのが去年の1月から、もうね1年9ヶ月ぐらいになるかな、平均すると月にね2万5000円から3万円稼げるようになってきてます。YouTube チャンネルもねまだこれ収益ゼロですけどね、チャンネル登録者頑張って増やして YouTube 動画でも収益になればなってね前向きにやってますのでね、今ね仕事を失ってああもうダメだっていう方ね絶対なんとかなるんで、でもましてやね病気じゃない方、健常者なのにであればなおさらまだまだ大丈夫。僕はねもう病気でダメになったけど、その障害者とか病気の人が働く A 型事業所でスキルを身につけて今個人でね在宅でやってますのでね、で月5万円っていう暮らしは決して豊かではないですけど、文化的なね暮らしはできます。僕読書好きでね、図書館でね2週間に1回本を5冊ぐらい借りて、月にだから10冊ぐらい本読んでね、で月500円の Amazon プライム加入したらね映画見放題ですよ、たったの500円で。結構文化的なね映画とか図書に、アクセスすることができる、はい、スマホもねまだ UQ モバイルにね格安スマホに変えてないんですけど、ソフトバンクがねなんか料金下がるかもっていう流れが今ねあるじゃないですか。そうで今ねおかげさまでブログの収入がちょっとずつですね増えてきて、ついにね大台の4万円乗ったんですよ10月入金ベースで、はい、ありがとうございます。でこれがもうちょっと増えて5万円とかなってきたら、いよいよねこの撮影で使っているこの iPhone、 このカメラ iPhone6S っていうねもうかなり古い機種なんですけど、最新型の 5G 対応の iPhone に変えたらもっとね綺麗に撮影できるのでね、なのでねその場合ねソフトバンクでね新型機種をね、今カップ契約あるのかな分かんないですけどね、とにかくねポジティブにね、所得減るなーって思うんじゃなくてやれば増えるかもっていうね視点に立ってねやってますのでね、まあ、とにかくね話聞けることがあればね、ツイッターと、ね、インスタねアドレスどっちも同じです。動画の最後にインスタグラムの、ね、アカウントねアットハラペコ3536だったかな、あれツイッターも一緒なんですよ僕。とにかくねメッセージでもいいですし、YouTube のコメント欄でもいいですし、ただ YouTube のコメント欄ですね全体公開になるのでね、まあ僕にできるアドバイスってたかが知れてますけどね、結局こういう窓口行ってみてはとか、そういうことしか言えないですけどね。でも一人で悩んで最悪の選択肢を選ぶよりはってね思ってね、コロナでね本当に生活大変な人がいっぱいいるみたいでね、なんとかね乗り切っていきたいですね。頑張って、そうというところでね、まあちょっと今日の動画ね長いのが、まあ、後半トーク入れましたけどね、まあ、腹ペコはね月5万円の生活でも、ね、こういうお菓子をね買って自炊してるのでね、食費が月1万5000円から米買ったら月2万円いくかいかないか、でお菓子も食べれるんですよ月5万円生活で。ただ腹ペコは持ち家なんで家賃かかってないんで、家賃かかってる方は5万円プラス家賃なんでやっぱり10万円ぐらいいるのかな、大変ですよね。まあでもねなんとか節約しながらいろんな制度使ってサポート受けながらね、
まだまだ取り返せるんで、全然余裕だと思いますよ、健常者ならね。病気だとしても現に僕ね、病気治療しながらもう10年以上ね、本当にねお金はないですけど、節約しながらね文化的な生活できてますのでね、皆さん前を向いてね行きましょうね。アマガエルはねこう自由気ままに生きてますよ。のんきですよ、この子ら飼育されてるのもあるんでね、こうアマガエルのね寝てる姿見てね癒されるんですよね。あ、何もこう考えずに、ね、寝てたら楽だろうなっていうね、人間は常に何か考えちゃいますからね。そう、悩んだ時こそね、きっとね気持ちをねこう心空っぽにできるのは散歩とかね、僕はね昔は音楽聴いたりとかね、絶望した時はやってましたね。さあそろそろ今日のエサで終わりますね。よかったらね、インスタでもツイッターでもメッセージでも何でもね、なんとか打開策ありますのでね、皆さん前向いてやっていきましょうね。では長くなりました、皆さんご視聴ありがとうございました。